どうも、クリンです。皆さん、今日はスペシャルゲストです。隣にいらっしゃるのが中村のいひろさんです。お願いします。日米通算2000本安打400号ホームランを打ってるスラッガーの方に今日はですね、打撃指導をしていただきます。よろしくお願いします。中村のいひろさんなんですけども、大阪でエルズメソッドというメソッドを使った野球塾をやってるんですけども、僕の持ってるフォームを極端に変えるのではなくて、僕のフォームで無駄な部分を省いていくっていう指導法なんですよね。そうです、はい、なので今日は僕の無駄をとことん省いてすごいバッターに変えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速僕の素振りをまずします。緊張する。なるほど。え？なるほど。もう分かりました。もう分かったね。2回しか振ってないですけど。まあ、いい感じだった、はい、いいスイングですね。あ、ありがとうございます。後ろからでも大丈夫ですか？全然大丈夫です。当たれば飛んでいきますね。あ、いいですね、いいですね。もう分かりました。わかりました。はい、バッティングを実際に打ってみてください。わかりました。はい、それ見させてもらいます。オーケー。じゃあ4、5、5球。あれ、えらい真剣に振ってるね。当ててやる。真剣です。わざとない。あれ、なんで当たんないの。わざとそれ。いや、わざとじゃない。おお、いいね。あれ、お願いします。それだけ振れれば大丈夫。はい、ということで指導前のバッティングを見ていただきました。何箇所か、はい、変えれば、はい、今のスイングで、はい、完璧に打てると思います。今ちょうど100体感40ぐらい打ってるんですけど、これをね、簡単にポン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 さばけるようになれば、はい、チーム的には勝つでしょう。そうですね、はい、何箇所か変えるだけ、はい、取り除くだけで、はい、あると思います。やってみましょう。はい、次お願いします。やってみましょう。はい、はい、あの、まず構えてください、はい、いざ本当に打つ気持ちで、はいはい、この時にですね、あまりこの肘を内側にぐーっと入れようというスイングは、はい、これはあのバットが下がるんですよね、はい、だから速い球は絶対にちょっと伸びてきますから、下をくぐる可能性が高くなります。いかにまっすぐ下ろせるか。まっすぐ下ろすか。だからキーマンはこの上の手なんです、はい、右手をしっかり持って、はい、極力こっちの手を力を抜く、はいはい、それで一番大事なのはここを臓器を絞るように絞るように、はい、でそこでこっちはこうこの角度、この角度ですね、こう伸びないようにまっすぐガッと締めて、こうそうです、ガッと締めて、これをとで、そこを締めた状態で体の回転で振る。そうです。これをもっと絞ってほしい。もっとですね、絞ってほしい。で、テイクバックももっと大きく取ってほしいです。はい、大きく普段通りでいいですよ。普段通りどんなテイクバックしてるか。そうそうそう。で、ずっと意識するのはこの左手の絞り、はいを保ったまま振れる。ここがちょっとでもクッとこう伸びてしまうとバットのヘッドは絶対落ちます。はい。ということで速い球は絶対下をくぐります。はい。低い球も当たります。その代わり。そう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 。で、右手で押す感じで、左は絶対使わないように。はい。はい。右手で押す。押す。そう。ボールが来たらボールに対して速く出す。はい、イメージ。
俺は来た、右手で。そうそうそう。こっちもゼロでいいんですか。ゼロ、ゼロでいいです。バットが離れないだけで支えるだけでいいです。新感覚すぎますね。そう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 。基本的にはこういうイメージで絞りますよね。はい、絞りますよね。こっからこの状態です。わかりました。こうじゃ全然下がりますから、ね、はい、絞ります。絞った状態をキープしたまま見ます。そこで右手で押す。そうです。でこっちは止める。こっちは伸ばさない。伸ばさない、はい、右手先こす。右手をこす。そう、わかりますか。このまま右、これを軸にして、はい、来た時にこれを出すとバットのヘッドは絶対奥に出てきますから、ここでひっくり返す。そう、追い越す。右手が追い越す。追い越す時にインパクトです。そうです。これが力入ってくる。力入ってくる。力抜いて、はい、力抜いて、はい、力抜いて、はい、力抜いて、力抜いたまま、はい、インパクト、力抜いたまま、右手、右手、右手、そこから右手です。はい、そうです。で、もう一つ、もう一ついきますよ。どうしてもボールが来て、はい、ボールが来て、これを下から入ってるんですね。はい。それを今度は上から、ボールの上を見てる。おそらくボールが来ました。はい。来ました。普段おそらくこの辺がボールをアバウトに見てるってことです。はい、覗いてください、ここ。覗く。覗く。ボールが来た。はい、覗く。覗いてないの、下下がってるの。わかる？難しい。はい、ボールが来ました。はい、上から覗く。そう。その時に、これは絶対伸びない。顔だけ覗く。はい。はい、覗く。そう。あ、そこから振ってくる。まだ、まだこれ。普通、こうなんですか。今、グーニーさんは来て、上から覗いても、打つ瞬間に、インパクトをこうやって見ようとしてる。それをなくす。そのまま立って来た。ボールの上を覗く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 。バットがどう出てますね。あのクーミさんのスイングしますよ。こうしよう。はい、音の鳴り方がどこで鳴ってます。どこで鳴ってます。もうこの辺になってる感じですね。そうですね。はい、ウーニーさんの場合はここで音が鳴ってるんですよ。はい、ここで音が鳴ってるんです。はい、ここが一番大事なの。ここでインパクトするので、ここで力強く来てもインパクトで緩んでるんです。どっちかより、ここまで我慢する。力入れるんですけど、ここで来るんです。これできますか。これをちょっとやってほしいです。体の前で、はい、八の字、体の前で8の字して、こういうトレーニングですね。これはこれで今のクミンさんのスイングはおそらく改善されます。垂れない、手がバットが垂れない、上から全部、両方とも上からです。そうそう。でもう顔は絶対動かさない。このままです。顔はまっすぐ、はい、手だけです。こういうイメージ。クロス、はい、クロス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 、前の顔の前でバットが切れるようにバサッ、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 これで振り抜く。首が曲がらない、こうなる。後で映像見てください。首がこうなりますけど、はい、はい、そう。その時に首がどうしても斜め曲がってくるんですよ。はい、はい、首をまっすぐずっと保ったまま、1、2、3、4、また首曲がる。マジっすか。はい、また首曲がる。全然意識がないっす。これは癖です。これをずっと続けていくと、はい、その癖がなくなります。なくなったら OK です。はい、でも癖なんで、ちっちゃい時からそれを言うスイングをしてるんで、はい、なかなかそれは取れないです。それを取るのは、うちのレッスンに来てくれたら治ります。勧誘が来ました、まさかの。確かにこう覗いてますね。はい、覗かないように。こう振ってますね、はい、昔から。はい、
インパクト見なくていいです。手だけ、手だけ、はい、顔まっすぐ、意地もまっすぐ。そう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 。顔こっち一瞬にこっち見てください。振るとき、はい、5回目のときでこっち顔一瞬ピッチャーのとき見てください。一気に、はいはい、インパクト見なくていいですよ。顔こっちです。こっち顔。そうそうそう。はいはい、顔こっち。そう。あ、でもさっきすごいスムーズなスイングができた気がするはい、行きましょう、はい、1、2、3、4、はい、顔ちょっとこっち、そう、OK、 そのイメージ振ってください。そう、はい、絶対覗かないよ。そう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 、顔こっち、顔カメラね、一気に、はい、顔こっち振る、そう、OK、前で鳴り出した気がします、ね、この辺で鳴ってる気がします。もうさっきここ、いや今ね、今まではここやったんですよ、はい、スイングしたら今ね、ここで鳴ってます。前で力が効いてきてるってこと。そうそう、だからそこまでバットはさ、あの右手を軸にバンってきてるんですよ。はい、それでちょっと振ってみる、振ってみましょうか。もうですか。もういきますよ。もう打つんですか。はい、一品打ってみましょうか。右手でそう今と、今までと違う感覚で出てる感じがします。おお、そう当たってるポイントが違う気がする。今まではそれここなんですよ。はいはい、お、当たってるポイントが違う。ボールの上見てくださいよ。はいはい、たたきつけてください。上から下、はい、ゴロ打つイメージです。上から大根切りのイメージ。もっと右で意識して。はい。おお、そう。ここで打ってみよう。はい。見えるでしょ。はい。映ってます。左の下の方に映ってる。見ます。打った後のフィニッシュが変わってますね。そうですか。はい。おお。今のですよ。入ったバットが。今のですよ。おおですよ。今のですよ。上から出てますよ、ちゃんと。気持ちいい。そう。でもあのバットが早く返す。返そうとしたら、そう。おお、俺マジでもういける。バットを返す方が早くしようとしたらいい感じに。おお、簡単で。何これ。もう簡単や、もう全部当たるよ。力感がなかった。いいよ。おお、そう。マジで何これ。気持ち悪い。取り払ったよ。いいよ。すげえ。これで簡単に140キロ、全国レベル軽く打てるよ、もう。ほら、簡単だ、もう。そうやろ。ほら、もう、勘を使うのは簡単なんだ。おぉ、マジで。やばいっすよ、マジで。やるね。おい、引っ張ってるよ。確かに簡単に引っ張ってるよ。簡単に打てますよ。おお、そう。やばいな、これ。何これ。おお、見逃しろ。見逃し方も変わったね。本当ですか。おお、もう空振りないやん。空振りないですね。あら。よっしゃー、ナイスバッティー、ありがとうございました。いやなんすかこれ、気持ち悪い。左手は一切力入れてないんですよ。入れずに、もう意識したのは絞ったままのこの状態っていうのはもう意識しといて、あとは追い越す、その右手が左手を追い越すっていうので、あとはのりさんに言ってもらった、もうちょっと前の方で捉える意識で追い越すって感じで振ったら
カロリーゼロで途中ゾーンはまりましたもん。本人が一番びっくりしてないそれ。びっくりじゃない、気持ち悪いと思って鳥肌が立ちます、鳥肌が。えスイングが変わってますよ。いやでも本当に以前のスイング忘れたってさいやー気持ち悪いな、こんなことあるんだな。もうまずボールの見方が違う、はい、でボールの見方から違う、はい、インパクトを見よう見よう、おそらく昔からそういう教えの方がいるんですよ、はい、ね、昔ちっちゃい時から、はい、ボールインパクト見ろよ見ろよって、それを忠実に守ってた結果が弱点となってたわけですよインパクトは見ないとか、はい、だからもう体がまっすぐ回れるように、はい、絶対こうずれない、なるほどね、インパクトを見ようとするとねじって下から見ようとするんで、だからもう首がこう傾いてしまうんで、はい、傾いた瞬間にバットのヘッドが落ちると。そうしないためにノリさんは上から覗け、上から覗け、右手で打てって言うと右手でこうは打てないですね。確かに、はい、ですこういう、はい、だからこう顔をまっすぐして先に向け、勝手に手が出てくるんですよ。こうしてると一気に打ちに行くときに、はい、パッと向いたらこう出てくるんですよ手が、はい、もうその感覚です。確かに以前のスイングを見てもらって今の当たってたスイングを見ると、はい、歴然と変わるんです。変わってます。本当に本当数分ですけどねこれでこんなに感覚がまずね違いましたね。あとやっぱボールの捉えてくるポイントも、だから一番大事なのは難しいか難しくないかなんですよ。おそらく簡単だと、はい、あれあれあれっていう間にバッティングが変わるんで、それは思いました、はい、それを僕は教えてます。今その N 字メソッドとして教えてます、はい。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。